まず残念ながら敗れてはしまいましたが、今日の試合を振り返って一言ずつお願いします。まず健太さん。いや、まあ、普段とは違う、まあ、あれだったし、まあ、見てる人も、まあ、新鮮だったと思うし、まあ、やってる本人も普段ない、相手が横にいたり前にいたりっていうので、まあ、楽しかったです、はい。今まで組んだことのなかった金本さん、そして稔さんとのタッグというのはどうでしたか。まあ、今日はいろんなものを一回置いてこの日の大会のために、やりましたけど、まあ、悪くないんじゃないですか。金本さん、このベルトを持って上がりましたね。まあ、そうですね、ベルト抜きにして、まあ、チーム的になんか若干違和感があったけども、まあ、俺らもね、楽しめたし、楽しんだ分ね、その分、まあ、見てるファンの人にも伝わったと思うんで、まあ、結果は負けだけども、内容的には俺らの方が一つ二つ上だったかなと思うし、また次につなげたいと思う。以上です。みのるさん、はい、今日の武道館は特別な思いがあったと思いますが、そうですね、3月11日に俺も全日本みんな被災してるんで、石巻にいたんで、まあ、被災地の人たちに向けては、まあ、特別な気持ちがあったんですけど、まあ、単純に今日は、まあ、でもこういう試合で、ジュニアのカード12タッグ入って、申し分ない相手5人と心強いパートナー4人と、まあ、一言で言ったらもうむちゃくちゃ楽しかったです。すげえ楽しかったけど、もうちょっとやり足りないですかね、あいつら。もう勝彦もそう、小太郎もそう、デビちゃん、田口もそうです。まあ、会は普段やれるからあれですけど、ちょっとやり足りないです。もっとやりたかったな。でも楽しかったです、めちゃくちゃ楽しかった。試合後、小太郎選手に行きましたけれども、そのあたりの気持ちは。そうですね、まあ、俺最初フリー、今全日本プロレスに入団しましたけど、フリーになった時やっぱり、ね、世界ジュニア、IWGP ジュニア取って、世界ジュニア取って、あとは GHC ジュニアが欲しいって思ってて、まあ、その時のチャンピオンは健太選手だったんですけども、で、GHC ジュニアのベルトもものすごい欲しかった時期があったんで、まあ、そのチャンピオンが目の前にいて、今日あんまり絡めなかったんで、じゃあ腹立ってちょっと絡もうよって言ったら引っかかってきたんです。まあ、今後、まあ、何か繋がるか分かんない、繋がんないかも分かんないけど、まあ、俺の頭の中には鈴木小太郎っていう選手も、中島和彦も入ったし、田口とデビちゃんも入ってるし、甲斐だって入ってる。今日 の組んだメンバー、健太選手、金丸選手、金本さん、みんな入って、あと現場、みんな入ってます、はい。金本さん、今日は改めてどんな気持ちでリングに上がりましたか。本来ならね、敵であるノアの健太、金丸、平らなく、まあ、でも今日は一切関係なし、今日はもうノアサイド味方ですよ。どういうね、化学反応が起こるか楽しみにしてるけど、健太と顔面食経験とかすごい客湧きましたよね。すごいやって楽しかった。でもね、俺いつも健太と中島がやってるのを見ててすごいな思った。そう中島意識して、まあ、でも次全日本のジュニア回も意識して、回意識して中島意識してやったけど、まあ、でもジュニア決勝残るのは俺とミノル、この2人でジュニアの全日本ジュニアリーグ決勝戦やりますからまあでも今日は楽しかったですよ、いろんな意味で。これでみんな負けないで、絶対負けんないという感じです、はい。最後にですね、今回はその復興のチャリティープロレスということだったんですが、被災地に向け、そしてどんなプロレスを今後続けていくか、一言ずつお願いします。まあ、また、まあ、今日はこれとして、またこれから先も、まあ、被災地に向けてもそうだし、とにかくもう一試合一試合、思いを込めて試合を続けていきたいと思います。そうですね、まあ、僕らはね、こうやって試合でしか見せれないけども、この試合を見て少しでも前進してほしいです。以上です。まあ、そうですね、まあ、一言でこう元気になれっていう簡単な言葉ではちょっと言えないぐらいの大事だと思うんで、とにかく、まあ、本当に一緒に這い上がりましょうっていうことですかね。まあ、這い上がろうっていう、はい。今日は負けましたけども、被災地をみんなに絶対負けるな、諦めないという感じです、はい。お願いします。お願いします。はい。